私がこの力に目覚めたのは、夏の時だったと思う。まるで、その力と引き換えのように、地は私を残し、姿を消してしまった。それまで私は、普通の女の子として暮らしていた。屋敷の外に出て友達と遊んだ。幼いなりに好きな子もいた。人と話すのが苦手な私に優しくしてくれた男の子、名前も覚えている。ゆうじくん。だけど私が、人には見えないものを見るようになると、友達はみんな私を怖がり、そして、それが悲しくて、私は屋敷から出なくなった。でも、なぜ今、そんなことを思い出したんだろう。Thank you.
鬼滅神異you
その知らせは、突然私にもたらされた。これでお別れなら、最後の声を聞きたい。私は意識を集中した。
流れ込んできた彼の感情は、私の淡い思い出すら、バラバラに打ち砕いた。そしてその後、ユージ君の気配は、この世界から完全に消えた。私は、自分の手で、彼の魂を、この世から消滅させてしまった。それすることで、彼の霊を安らかにできると思っていた。でも、最後に伝わった、彼の激しい拒絶と共に、私の心は地獄のように焼いた。私が彼に